はい、シューチャンネルのシューです。今日はですね、ちょっと水草、特に浮草のね、使い方についてね、つらつらとお話をしてみたいと思います。はい、今早速ね、浮かべているんですけど、今日がねマイナス2度なんですよね。外がね、福岡でマイナス2度とか3度とかってそうそうなくてですな、今日はじゃあちょっと私バイク通勤なんでちょっと死ぬかと思いながらね通勤しておりました。はい、今ね早速、魚がちまちまとねついておりますが、うちはね時々水草ね、特に浮き草をわざと浮かべます。これ何のためかっていうと、餌なんですよね。餌だったらね、固形飼料とかやればいいじゃないかって皆さん思われるかもしれないんですけど、今ねチャット見てみていただいたら分かるんですけど、こちらね8畳用のエアコンを6畳で、つけてるんですけど、全然部屋の気温が温まらなくて、今ね水温がねだいたい10度なんですよ。で10度になるとやっぱ餌をやりすぎると消化不良を起こしてひっくり返ることがあるんで、特にね金魚ってそういう温度でも食べたがるんですよね。そこでねよく失敗してしまうので、あえて水草を入れてるという次第です。もちろんね食べさせた方がね大きくなるし調子も上がるんで、餌を食べさせたいんですけど、水温によりけるというところがありましてね、ここね1-2週間、のうちに温度が上がればねいいんですけど、わざわざちょっとヒーター入れてね、食べさせるまでのこともない時期なんで、あえてねちょっと水草の代用を、で我慢してます。こうやってね今追いかけてますけどね、水草なぜ入れるか、もちろん餌の代わりなんですけど、多少の水質浄化のね、効能も期待できるのとですね、特にね水草をあげることでね赤のね、色が出やすくなるんですね。カロチノイドだったかなんか知らんですけどね、それは経験的に、自分も分かっております。あと人間と一緒でね、葉っぱ食べることでね、調子もだんだん上がってくるっていうのもね、経験則で分かっとるんですけどもね、あと一番の特徴、水草、入れることによって、餌を、食べさせてても、消化がそんなに悪いわけではないんで、ひっくり返らずに、なんとか金魚たちを満足させてあげられるっていうので、使っております。今繰り返したことを言えば水質浄化に期待する、固形飼料の餌の代わり、消化もいいのでひっくり返らない、で金魚が飢えずに済むと。で意外と金魚もね痩せずに育ってくれるということでね、使用していると、いた次第です。で特にね草だったら何でもいいわけじゃなくて波形の柔らかいのがやっぱいいですね。今ねこちら浮かべてるのは山椒毛です。うちではね、いろいろ試してみて今2種類、生産してるんですけど、こちらにあるねこれなミジンコウキクサとかで祈祷の名前でついてますけど、どこの川に行っても浮いてるやつですな。これをねあえてね部屋で、5度以下にならないところを太陽光の当たる、窓際とかでね、作ってるんですよね。でこれを作り出してね金魚がねすごく病気になりにくくなったりとかっていうのもあってですね、非常に便利なんです。で山椒毛に関してはね、こっちサイドにね、作ってますけどこのように作ってるんですよ。でね結構ねこれ外側の金魚にも有効なんですけど、部屋の金魚にはね年がら年中ね冬眠させずにね、動き回らせてるもんで、最近は必須かなと思ってる、アイテムになります。結構ね皆さんも試されてると思うんで、いろいろやっていただいてる方なんかね、うちはこうだよと教えていただいて、自分を参考にしたいんですけど、今までね松もじゃやっぱダメなんですよ。岡田もとか、やっぱ浮いてる波形の柔らかい、浮き草、これがね今まで経験上は一番かなと思います。ちなみにアマゾンフロッグピットとかね、そこら辺の波形の硬いやつはねあまりちょっとおすすめしないので、皆さんもね、ちょっと試されてみてください。なんちゃないね、ポイントなんですけど、
実際ね、与えてみるとね、金魚たちの、状態もでだんだん変わってくると思いますんで、うちはね、このように、管理してます。しかしダメですね、8畳用のね、エアコンつけて水温が10度ですよ。どんだけ寒いんだって話ですよね。まあ、うちね、前マンション住んでた時はそこまで下がらなかったんですけど、木造ですからね、ちょっと今年の寒さは厳しいです。2年前もこういう感じだったですけど、はい。まあ今度次回はね、ちょっと時間作ってうちで使ってる暖房器具の方も紹介したいと思います。皆さんね、結構ね、頭悩ませるねポイントだと思うんですよ、エアコン一択か、電気ストーブか、ストーブか、もしくはねオイルヒーターかということでね、そういうものをね、今まで使ってきた、実績なんかも踏まえてね、お話できたらとは思いますけれども、はい、興味のある方はですね、いいねを押していただけたら非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。結構見てくださってるっていうのが分かるとね、動画作りにも精が出ますのでよろしくお願いいたします。まあね、今日はちょっと簡単な話でしたけど、うちの水草、雪草、金魚への使い方ということでした。以上、シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。